みのくりチャンネル。今時刻は9時19分。中ちゃん仕事行ったんで、ゆっくりテント畳もうかなと思ったんですけど、雨が降ってきちゃったので、まあ、レーダー見ながら、ちょっともうちょっと雨が止むまで待って、少し乾かしてから本当は畳みたいんですけど、タイミング逃しました。今雨がちょっと降ってきている状態なので、午後になると少し収まるかなっていう予報なので、ちょっと様子を見ます。雨です。いやー、まあこれもいいんですけどね。ほら、いやーすごい。なかなか止まないですね。猫がね何匹かいてね、昨日ちょっと夜パンをねちょっと爪で引っかかれて食べかけられましたよ。2匹ぐらい見ましたよ、ね、ちょっと雨が止むまでフライデーナイトプランズでも聞きながらまったりします。雨が止んで中でできる限りの撤収をしております。で、雨がちょっと上がったらさっとこうテントを畳んでいたいと思いますが、ちょっとテント入れちゃいましたね。いやー朝一でやればよかったけど、ちょっとそれはきつかった。朝一はなかなか難しい。朝一はできなかったな。1000円ぐらいなんですけど、結構やっぱり汚れないのでいいですね。テントのグランドシートあまり汚したくないなと。結果そんな汚れるもんじゃないんですけど、ね、ちょっと1枚引いとくと毛布もガンガン打てるんで、これも汚れてるんだね。そうですね、やっぱ湿気がすごいですね。地面なるべく乾いてるとこ選んだんですけど、結露しますんでね。はい、これで OK です。で、これどうかな、入れさせてください。いやー湿気が乾かさないと。よし、ほい。さあ、ということで、スノーピークヘッドクォーターキャンプフィールド、スノーピークの本社のね、キャンプ場で12月の中旬に、1泊2日で行ってきたわけですけども、中ちゃんはもう朝早く仕事に出かけていきましたということで、本当は朝1ですね、7時半か、まあ、8時ぐらいまでに撤収すればよかったんですけども、ちょっとゆっくりしようなんて思っていたら、やっぱ雨が降ってきまして、でレーダー見ながらやってたんですけど、なかなかそのタイミングがつかめなくて、でそうこうしてるうちにやっぱり結構降ってきちゃってたんですよね。で、このまた次に上げる動画ではその撤収の様子をまた早送りでお送りしようと思いますけれども、今ね見ていただいているのはその前の日に撮った写真をちょっと見ていただいております。今回設営したのはスノーピークの焚き火タープオクタ、そして、コールマンのツールームトンネルツールーム LDX アテナという、テントツールームの割とリビング
ングの広いテント、そして、寝室も6人までだったら寝れるよというような割と大きめの、6メーターのテントを設営しました。でやっぱりね、コールマンの寝袋で、快適温度が5度というので、電気毛布を使って、寝たんですけども、あ、これはちょっと前の日の夕方ちょっと綺麗だなと思って撮ったんですけどもね、はい、やっぱり5度快適温度じゃ辛かった、なおかつ、ポータブル電源がやっぱ寒いと能力を発揮できなかったので、結果毛布が全く役に立たなかったんです。電気毛布が、この反省を生かしてやっぱり、ちゃんとマイナス温度に適応した寝袋を購入しようという結果になりました。随分といろいろ勉強になりまして、そしてやっぱりエアマットもやっぱ空気が冷えるので、あまり適さないなと。で本来だったらまあそうですね、コットが一番いいのかな、うん、そんな風に思います。ちょっとこの反省を生かしてですね、また次のキャンプにも、対策練っていきたいなと思います。ということで、いつもみのくりチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はここまで、次回の動画では雨の中撤収するその様子をご覧ください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。